いよいよ今年もプロ野球のキャンプシーズン。西武ライオンズは2月1日からキャンプがスタートします。優勝を目指す選手たちの熱いキャンプ、とってもワクワクしています。今回は参加メンバー、中継情報、記念グッズを中心にライオンズのキャンプを最高に楽しむための情報を紹介します。まずはキャンプの参加メンバーの紹介です。エイハンの投手はこのようなメンバーになっています。ドラフト1位の左腕、隅田投手や去年の後半戦先発で活躍した渡辺裕太郎投手、ルーキーイヤーの去年中継ぎで29登板した水上投手など、注目の選手たちがエイハンとなりました。エイハン参加メンバーの捕手はこの4人です。注目のルーキー古賀選手はエイハンとなりました。エイハンの内野手はこのメンバーです。ハーモニーフルスイングが楽しみなのは昨年2軍で活躍した渡辺健人選手。今シーズンは豪快なバッティングでの活躍を期待しています。エイハンの外野手はこのメンバーです。昨年は9本のホームランを放ち、今年さらなる活躍が期待される岸選手もエイハンです。 B 班の参加メンバーはこのメンバーです。ベテランの選手も多いので、どんなキャンプになるのかとっても楽しみです。続いてはキャンプの中継情報です。パーソルパリーグ TV ではこの日程で午後2時まで配信予定です。CS のフジテレビ2でもこの日程で生中継、11時から3時まで放送します。キャンプ中継を見てライオンズを応援しましょう。最後はキャンプ記念グッズの紹介です。キャンプのロゴと2022年のスローガンがデザインされたキーホルダー、おすすめアイテムです。フェイスタオルは2種類発売します。明るくてインパクトのあるデザインで素敵ですね。トートバッグも発売します。鮮やかなデザインは記念品にぴったりです。他にもたくさんの商品が発売されるので、ぜひサイトをチェックしてみてくださいね。この動画を参考にぜひライオンズのキャンプを楽しんでください。